どうもジョです。うちです。パニックモンキーです。イエイ。ってことで、はい、まあ、あの今日一日で、まあ、服装変わってないから分かると思うんですけど、はい、まあ、4、5本撮ってます、はい。で、今回するのが、はい、前回ね、まあ、うちはあの最後にしかいなかったんですけど、はい、僕がそのまあ、まあこれからもしかしたら加入するかもしれないサブメンバーの2人目のサブメンバーやね。やから心霊スポットの時のサブメンバー1人と、まあ、今回みたいな、まあ、たまにねぼちぼちとあのまあちょいちょい手伝ってくれるサブメンバーとで、まあ、いるんですけど、そのまあ僕がサブメンバー1人と、ドラゴンボールをね先日コンプリートすると言ってね、あれエグかったらしいな、はい、エグかったよ。で結局まあまあその時の動画でも説明してるんですけど、まあ、この動画サムネ貼っときますんで、まあ、よかったら見てください。でもう一回説明すると、合計ウェハースね145個買いました。はい。で金額にすると1万9000円くらいです。低いな。はい、バケモンス。でしかもなんでそんなになったかって、60個くらいでほぼ全部集まった。ですよね。残り1個だけ集まらへんだ。うん、ノーマルのピラフ、舐めてんのかってほんまに。とりあえずそんな感じでウェハースが大量にあります。あるなこれ、はい、これはまあね、もう2日目か今、まあやってからそうやな。昨日買ってきてそれの今日やからまだ湿気出ない、はい、シール開けるのに出すのに全部開けてるからさ、湿気へんようにちょっと早めに処理していこうということで、今回はね大量のウェハースを全部食べ終わるまでやめれまてん。全部、はい、絶対無理やけ全部です。いや無理とかじゃないです。あ、そう、朝まで食べてください。で、とりあえずね、ちょっとあの数数えます。なんでかって、僕、移動中に2個食べました。あ、はい、まず。で、143個になってるわけ、それで。143個から、その、まあ、アブちゃんも何個か、これ1袋分持って帰ってるんですよ。だから、今残ってるのが、この2袋だけ。だから、まずこれをね、何個あるか数えていきます。今数え終わりました。合計ね、下落とそうか。はい、84個あります。これね。84個のウェハースが今ここに並んでるんで、これを、カナヤンと、まあ僕と、ウッチーと、まあまあ談笑しながら、はいはい、まあなんやかんや時間かかると思うんで、なんやかんやね、ゲームで感覚でなんかしながら、食っていけたらなと思います。もう全部食い終わるまでやからマジで。で、ちなみに家に飲み物あんまないっす。はい。まあ俺はコーラあるけど。もうないやん、それ。もうないです、ね。うん。で、そんな感じなんでね、もう早速、食べていきましょうか。2023年の秋にまた来るわ。第8弾。やらなかんやつやん。これウッチやな。ウッチか。ああ、それはいかないか。どう味？ん？味どう？マイクとあの、何あれ？ちょっと机の上でこう、全部。あれ何やったの？マイクってやつ。マイクってやつって何？スタインまで買ったやつ何やったっけ？ビックリマン。あ、ビックリマンのチョコってさ、めっちゃうまかったよ。いや、ビックリマンは、なんかあの、ナッツみたいなの入ってね。あ、 あれがうまいね。これはまあ、食べやすいかもな。うん。まあ、口の水分は1枚で持ってかれてるけどな。モナカかな、思ったわ、俺今。1枚どころじゃないけどな。一口で悪い。うん。もう、口動きにくいもんな、もう。もう喋りやんかもしれん、俺。早ない。うん、これな、なんか喋りながらできるかな思って、うん、無理やな、ね、もう喋れへんもん。もう何回も言うけどさ、パチンコ実践動画撮りたいな。それが一番撮りたいな。あ、それほんま撮りたいわ。あとはまあやっぱギャンブル系、競艇とかも行きたいし、いろんな、ないろんな撮れんで、絶対面白いしな。パチンコ一番もの飲もうで。それ自分たちはな、説明でできるやん、言うから。協定とかやったらさ、あのやじってるジジイとかいるわけやん。それもみんなおもろいで。あいつらほんま口悪いから。人間性を疑うからな、うん、頭からいったら。いやでもさ、いずれ俺らもなんかいろんなコラボしたよな。まあコラボ、まあ正面コラボは別にどうでもいいねんけど。コラボしたいと思わんなもん。でも、うん、その。だから何万人もいる人とコラボしたい。そりゃそうや、うん、自分の知名度的にや。そうそう、それ以外のコラボ別にどうでもいい、うん、うん。自分らの得になることだけ。みんなそうやろ。え、みんなそうやろ。でもさ、 YouTuber 同士やっぱ慣れ合ってやん。あの慣れ合いいる？俺は見やんけよな。どういうこと？動画じゃそういうコラボのやつは、コラボする人のやつはあんま見、コラボやってるやつ多いやん、うん、多いな、うん。
だからまあコラボする人って言ったらやっぱラファエルとかが一番多いやん。あ、多いな。でもラファエルとか最初の方しか見へんからな。なんかコラボばっかしまくりやん、うん、でなんか女優使ったりとかさ、うん、そうやそうや、あれも全然見へんかった。いや、キャスト同士入れてっていうのはもうあいつのやり方やん。あいつってああいうとあかんな、もう俺らも YouTuber やもんな、うん、ラファエルさんね。でもラファエル俺めっちゃ好きやで、ラファエル自体はな。もう満足いく？なんかうん、なんかな、気持ち悪くなってきた。早ない？あんまりやばい。早いって。もう早速行こうや、ゲーム。おう、2つな、はあ、を持つキャラ。おう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 おお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 。なるほどなるほど、オッケーオッケー、いいやん、わかるやろイメージ。うん、うんとりあえずあのアニメ関係ね、やっぱアニメ関係でそのまあ例えば名言であったりとか、これ誰の名言とかねとか、まあ今回はあの2つのあの本名を答えろと。次、はい、黒ひげ、はい、マーシャル B ピーチ、ピーチ、ピーチ、あ、いいや、ピーチって聞こえた、なんで。いや、あんなひげボーボーでさ、あたかもお風呂入ってませんみたいな闇闇のやつがさ、ピーチって名前で嫌やろ。え、マリオそいつ助けに行くん？そういう物語やったよマリオって。赤い彗星、はい、シャーズナブル、両フルネームしとる、あ、ガンダム、ガンダム、ガンダム見たことないけどな、うん、でも赤い彗星はやっぱ知ってんで、シャアっていうのは分かる。うん、もうどことも喋ってないやつおるしな。さっきから心が甘いのに溶けてる。やばない、こいつ散々ガンダム好きやのに。今からな、ああいうな長編はもう見たくない、めんどくさい。でもガンダムはいい、初代だけな。いや、ユニコーンがおもろい、ほんまに。ちゃちゃ、ウルトラマンもそうやん。ウルトラマン太郎とか別にどうでもいいやん、セブンとか。ウルトラマン見たことないけど。やろ、ウルトラマンが一番面白いから。ウルトラマン重い。いや、おしろ、見たことない。いや、あれ3秒でピコンピコンってなんねやろ。3分な。3分お前3秒でお前出てきて、出てきて帰るやん。いや、3秒じゃなかったな。ジョワッジョワッって言って帰るやん。いや、なんか時間制限に厳しいから、その倒せへんっていうのかなと思ってたからさ、ずっと。3分3分。3分か。うん。続け。幕末の亡霊。はぁ、ルローニケンジン。え、あ、え、え、え、あ、あ、はい、はい、水晶誠、あ、これ誠な、ま、真実って書いてる、水晶誠、うん、正解、幕末の亡霊だ、そういえばあいつ、そう、うん、あいつ幕末の亡霊なの、うん、亡霊なんや、うん、死んでるみたいな、死んでるから、うん、死んでるみたいな見た目や、あ、まあ、なんで生きてるか不思議やけども幕末にすがりついてるっていう、まあまあまあ、亡霊や。次、瞬人、はい、何の話？一瞬の瞬に神。何て読むか分からへん。え、それ何？ルケン？あ、ブリーチ。あ、もう分からへん。あー、はい、分かった。あの猫。ヨイチ。ヨイチやったっけ？瞬人？あの猫やろ？何でお前分からんの？いや、あんな瞬人って言うの。ケケ。ケンオウ。はい、ラオウ。何て？ケンオウ。ケンオウ。ワンバンラオウやん。そんなもんしかおらんな、世の中に剣王はラオしかおらんからな。他におったらやばいもんね。気持ち悪いんでたわ。普通に他は狂乱の貴公子、うわ、ちょっと待って。え、狂乱の貴公子、めっちゃ知ってる、めっちゃ知ってる。アニメやったら死ぬわんな、うん、狂乱の貴公子なんやった、うん、で、ランが乱れるやな、え、誰やったっけ、希望ランの貴公子、めっちゃ知ってるわ、銀玉思ってたの違う、え、銀玉で狂乱の貴公子、銀玉もお前狂乱やん、第2巨頭やろ、お前の中でブリーチと銀玉、まあ一番似てるな、狂乱の貴公子、でも、いや、ほんまに思ってたの違うわ。なんか侍っぽいなって感じはしたけど、まあ、剣持ってそうって感じ。いや、てか、あれ、あれじゃん。メガネじゃん。新八じゃん。いや、狂乱な。貴公子でもないしな。死んでねえから
狂乱の貴公子はむずいな。タイさん貴公子や言うぞ。え、貴公子じゃない狂乱の貴公子やけどな、あいつは猿、猿てかゴリラゴリラやからないや、出てこやんわ。何カツラか。あ、カツラなんや。まあ、貴公子ではあるよな。うん、狂乱ではない。狂乱だったらしいな。あいつが狂乱してるイメージ全然わかんわ。エリザベスって言ってるだけやん。その時だけじゃん、狂乱。まあでも確かに不可解な報道はめっちゃするけどな。それ戦場を舞う女神。え、エルザ女神ではあるけど。戦、しかも戦場舞うし。舞うか。戦場で舞うやん、あいつだって。ああ、まあな。天神やからな。そう。え、セーラームーンとかの話？あ、バルキリアじゃん。バルキリア、バルキリア、戦場のバルキリアとかじゃない。まあバルキリーのイメージめっちゃ強いけどな。そうやろ。だからなんか出てきてんけど。パズドラで言うな。パズドラで言うバルキリーはそれやわ、ほんまに。進撃。絶対出てこや。そんなおる？え、あの主人公じゃん。戦場ミカサ？ミカサ？うん、ミカサかま。うん。あ、全然知らんわそんな。案外に2つなってんな。なんかもうピンとくる2つなっちゃうな。でも